今回も頑張ってくれ。今回言うたら、第二次っつうか、20世紀の三本柱のロシアや。まあ、見てる人の中には、第二次世界大戦とかゆっくりでやってくれないのとか思ってる人もおるかもしれへんけど、まあ、見てみてや。実は、大戦を、もう、世界中まとめて一気にやるよりも、こっちの方が絶対理解しやすくなんねん。というのも、そうすることで、その国の目線で見れるからなんや。しかも、地区別やから同じ年代に何個も単語が出てこうへんから、こんがらがいにくい。先生たちって、授業の時、この国こんなんやったから、こう政策取ったやれとかって話をするけど、それはその国の歴史の前後を知って、その国の目線になってるから言えるんや。そやからこの4章が終わった時にわかるけど、こっちが学校や予備校とかの歴史のプロの頭の中に近いやり方やから、ものすごい理解しやすくなってるはずやで。あと心配せえへんでも、横のつながりは5章でやるから、安心してその地区、その地区っていうのを縦に学習してってな。ほなロシア行ってるで。ロシアはスターリンとトロツキーで社会主義のスタートやーいう話したな。で、ソビエトル4やから一国社会主義のスターリンが権力握ったよーいう1920年代頃や。ロシアの西側は社会主義を広げんためか独立を承認。一民族一国家ー言うて民族にそれぞれ国を作らしたんや。国がたくさんあったら話し合いもたくさんせなんし、文化も考え方もやり方も違うやるから、おっしゃ、社会主義、広めるで、うっしっし、言うても、広めるもものすごい大変になるからな。それで、一国でスターンとそびえ立とう、ってなったんや。ほんでもそのスターリン言うたら、恐怖の独裁者みたいなことを言われとるけど、それ見ていくと、まずは第一次五カ年計画。これで一気に工業化&集団農場コルホーズに、国営農場ソフホーズで農業の集団化や。熱波で、頑張ったらいい暮らしもできるでーってなってただけに、はい、またみんな同じ儲けの同じ暮らしやでー、頑張っても一緒やでーって言われたら、そらーショックや。そやから反乱を起こす農民が激増。だから力でねじ伏せる独裁者になるしかなかった。反対派は粛清、官僚主義に個人崇拝。チェチェン人やドイツ人、朝鮮人などの少数民族は強制移住。さすが、全体のための社会のためなら、個人の苦しみには目をつぶろーの社会主義やな。でもだからこそ、個人の自由に左右される資本主義と違って、国を自由に作れるもんで、クリミアでボッコボコにされてから100年も経たんうちに、第二次大戦の頃には、第二次五カ年計画でアメリカに次いで2位の工業生産を持つ国に生まれ変わったんや。まあもちろんこれには、土地がバカ広くて資源もたっぷりあるわーちゅうところとかも大事になってくるところかもしれへんけど、まあとにかく世界第2位になった、ちゅうことやな。逆に世界は強行真っ盛り。先生、それはまさかりです。この強行でドイツやイタリアがよからぬ動きをやっとるでー言うて、1934年国連に加盟すると、1935年のドイツが再軍備始めたーいうところで、フッ素相互援助条約っていうのを結んだり、コミンテルンって共産主義の大会で、ドイツやイタリアのファシズムに対抗しようーって、人民戦線の反ファシズム統一戦線組んで、イギリス、フランスとドイツ、イタリアは挟み撃ちやー言うてて。そんな中、1936年、その人民戦線派が、スペインで革命を起こして政権取ってん。ほんでも、これにフランコ将軍が反乱したんやで。ソ連はもちろん人民先生が教えするも、フランコにはあのドイツとイタリアがついて、結局39年、マドリードが陥落して、フランコ独裁の成立ってなってしまったんや。ちなみに、ピカソの有名なゲルニカは、この時のドイツの無差別空爆を元にして書いててん。ほんでもファシズムやったろーって思って仲良くなったイギリス、フランスは不干渉。こいつら本当にやる気あんのかよーなんて思ってたら、今度は東のロシアの方へ。まずはオーストリアを併合すると、チェコスロバキアでドイツ人の多いズデーデン地方。これでミュンヘン会談すんのやけど、チェコの話すんのに、ドイツ、イタリアにイギリス、フランスって、それも呼ばんにしても、チェコはせめて自分の国やから呼んでれよーって思うんやけど、まあ結局ドイツのものですよーって話になって終了。この頃のイギリス、フランスは、ドイツのヒトラーやイタリアのムッソリーニに優しい融和政策。この会談も、まあ、いずれ満足してくれるやろー、いう気持ちで、ドイツのわがままを見て見ぬふり、っていう意味から、見てへん、いうミュンヘン会談って名付けられたんや。その後チェコは併合、スロバキアは保護国なって、満足したかー、言うと、やっぱりそうでもないんや。こうして、オーストリア、チェコ、ってなったら、次はポーランド。とうとうソ連に矢印向いてきたで。って思ったら、なんとあんだけ睨み合ってたドイツと、独ソ不可侵条約結んで、これは仲良くなったー言うよりか、間のポーランドを山分け作戦や。ロシアはイギリスやらフランスやらの融和政策にもがっかりして、
もうこいつらには頼んわー言うて、周りの国に取られて囲まれる前に、うちが逆に取ったろー言う作戦に乗り出して、国強くするぞー言うて広げるドイツに、国守ったらー言うソ連の東欧陣取り合戦や。もうこうなると、イギリス、フランスもやっと気づいて、ポーランド侵攻をきっかけにドイツに宣戦。ソ連は手近にフィンランドを攻め、国連はこれで除名すんのやけど、スターリンは、うっせえボケ、お前らにはもううんざりじゃー言うて、これにもメゲンとバルト三国やら、ルーマニアのベッサラビアとって。すると、1940年の日本、ドイツ、イタリア三国軍事同盟で、ロシアは背後に敵ができてしまうし、アメリカの武器貸与法でイギリスに軍事援助ってなると、イギリスはドイツの上陸作戦を阻止することができてん。そやから矛先、こっち向いたー。ヒトラーはバルカンのユーゴスラビア、ギリシアと手を伸ばしたら、こらー、もう挟まれてサンドイッチ。あ、いやいやいや、ソ連やからピロシキーってなって、もうこらか、食べられてまーってなるから、日本と日ソ中立条約で一旦休戦。日本は、これでほら、北はもう安心やー言うて南へ行って ABCD に囲まれるーってなったやな。ほんでこうなると1941年にもうロシアの敵は西のドイツだけーってなったから独ソ戦の戦いが始まることになって。結果は言うたらもうドイツ圧勝やな。もうロシアは押されて押されて、もうあかん、こらあかん、どないしようどないしよう言うてもうボコボコやられながら逃げるんやけど、これってほら、フランスナポレオンの時と同じやねーや。実はな、ロシアっていうのは、また逃げて焼いて、逃げて焼いて、逃げて焼いてって言うて、じゃんじゃんわざと逃げてて。こうやって、ドイツの攻めにしぶーとく耐えたソ連に、あの待ちに待った冬将軍が味方して、ドイツはしぶしぶ帰っていたんや。するとこの後、イタリアは降伏。とどめは、テヘラン会談のイギリス、アメリカのソ連への協力。ノルマンディ上陸作戦や。そのまま連合軍がパリを解放すると、翌年、すべてを敵に囲まれたドイツのベルリンを、ソ連が占領。ヒトラーは自殺して、ドイツを降伏させたんや。すると、西は片付き、挟まれたピリュシキへの恐怖がなくなったもんで、日本へ。これで日本も降伏。大戦は終わったんや。ほんでも大戦でガラッと変わったなぁ。大戦前は国際連盟にも入れてもらえんと、仲悪かった資本主義の国々、イギリス、フランスと一緒に国際連合に入って、アメリカ、イギリス、フランス、ソ連、中国の5カ国で常任理事国になって、核持つね。最近テレビで核を持つの持たんのーって話してんのは、この5カ国だけでずるいわーってことやねん。戦後ソ連はドイツの東半分をゲット。そしてヨーロッパの東半分もドイツに攻められてた時追っ払ってくれたーっていうのもあって、社会主義ソ連の仲間入り。中国や北朝鮮、北ベトナムとか社会主義がどんどん広がって、特にヨーロッパの資本主義との間を、あの有名な鉄のカーテンって言われたんや。西が NATO で、東がワルシャワ条約機構ね。スイスは中立やが、オーストリアも戦後独立と同時に中立へ。あとユーゴスラビアは社会主義やけど、資本主義もオッケーの中間みたいな国なもんで、資本主義から提案されたマーシャルプランもいいやないって言ったら、もう社会主義が仲間外れになっちゃったん。まあ、とにかくこうやって見ていくと、ソ連みたいな社会主義の国っていうのが、どんどん増えていくのがわかるな。そやけど、こうやって鉄のカーテンが降りると、世界中でソ連の社会主義っていうのは、邪魔されていくことになんねんな。前、アメリカのとこで話した通り、ドイツで東ドイツを抜きに通貨統一するもんで、ベルリン封鎖やーって、西を囲んだベルリンの壁っていうのの原因も、これやねん。その後、朝鮮でもぶつかって、朝鮮戦争が起こると、北の朝鮮にソ連、南の韓国にアメリカがついて戦って。せやからこの時日米安全保障条約結んだり、アメリカの手伝いをせなーいうことで、自衛隊の元、警察予備隊が日本にできたんやな。ちなみに結果はどうなったか言うたら、連合軍引き連れたアメリカが押し上げるも、ソ連に同じ共産の国、中国が手伝ってくれたんで38度線で別れることになったんや。するとその頃、スターリンが死んでしもて、一国社会主義でソビエトるだけに、独裁してたスターリンが死ぬと、キューバ危機許しちゃるのフルシチョフや。もしかしたらスターリンやったら、海上封鎖に起こって、核同士の戦争をやったかもしれへんから、世界と協力のフルシチョフの平和共存路線はグッドタイミングやったかもしれへんな。だからキューバ危機の時、スターリン批判にコミンフォルム解散、アイゼンハウアー大統領の時の訪米、部分的核実験停止と20世紀半ばのスターリンが死んでからの10年でソ連は柔らかくなった出来事が多いね。ほんでもそうやって社会主義を緩め出すと、もう共産はいやいやーいうハンガリー事件起きたりして、反社会主義の動きが出るからか、
社会主義の中国からは、この裏切り者、修正主義のバカだれが言うて、中ソ論争を起こって、中ソが対立。でも、その分資本主義と仲良しなったか言うと、そうやなくて、あのベトナム戦争ですっさまじい戦争すんねや。結局、アメリカと競うように宇宙開発して軍事力は拡大さすし、それが終わっても、今度はアフガニスタンで、また VS 資本主義や。もう、切りないわ。ほんでも、こうなると、もうゴールまでちょいゴールまでちょいゴールまでちょいゴールまでちょゴールまでちょゴールまでちょ手に持ってんのは、ペレストロイカ。立て直しって意味な。この人が出てくると、自由と競争を認めて、アフガニスタンから手を引き、アメリカと中距離核戦力全廃条約にサイン。中国との関係も取り戻し、そしてなんと、ブッシュ大統領とマルタ会談で冷戦まで終わらして、すっごい人やな。すると国外でも自由の嵐や。戦後資本主義との対立の原点ともなるドイツは統一。コメコン、ワルシャワ条約機構も解散。ソ連からの独立も相次ぎ、1991年、エリツィンがロシア大統領ってなると、ソ連からの独立を宣言。そして、ソ連の消滅を宣言したんや。これが戦闘の後のソ連や、ゴールはちょいの後のエリツィンの頑張りで、世界の戦闘の20世紀っていうのは終わりを告げることになるのかもしれんな。ほなまとめいこうか。ソ連は戦後スターリンの下で一国社会主義や。第一五カ年計画などで力をつけたら、反ファシズム統一戦線。スペインではイギリス、フランスの不干渉で負けるも、第二次のきっかけ、ポーランド侵攻では、そのドイツと手を組み。三国同盟で、ピロシキピーンチを迎えると、日本と手を組み。ドイツ、日本と、手を組んで、ドイツ、日本と倒すんや。すると、第二次世界大戦後、東欧は社会主義化。あと、北朝鮮や北ベトナム、あたりやな。まあ、北と東が社会主義圏のキーワードやから、ほっと、社会圏って覚えたな。すると、スターリンが死んで、フルシチョフが資本と仲良く、キューバ危機までユルシチョフの平和共存路線。その分国内外で社会主義なだけに反対のハンガリー事件と社会主義仲間の中国との対立。で、資本主義とはベトナム戦争。そしてプレジネフの宇宙開発でベトナム、アフガンと戦って最後のゴール。もうゴールまであとちょいやでーのゴールはちょいのゴルバチョフが全てを終わらして、エリツィンがソ連の消滅を宣言したんや。ここまで来たら、一旦ソ連は終わりやで。だいぶ世界史も進んできたな。あともうちょいで終わりやで。それまで俺も精一杯みんなを応援するから、しっかり頑張って必ず合格を手にするんやで。ほな、みんなの合格を精一杯応援して。いくで。プレープレーゴールエリフルプレ、ゴール、エリ、フルプレ、ゴール、エリー。なんちゃって。